どこまで話したんだっけ、ポートモレスビーだ。ポートモレスビーですね。で、本当はセイロン島から一気にインド洋に行かなきゃならないところを珊瑚海海戦、つまりミッドウェーの前からもうピントずれてるんですよ。で、ニューギニアのポートモレスビー上陸作戦、それからミッドウェー作戦、それから8月7日にガタルカナル上陸、それから第一次ソロモン海戦、ミカー艦隊がアメリカ艦隊に干渉して、これも子供の頃から日本海軍のかっこいいところだったけど、なんでこんなところで戦ったのかなみたいなね、でサボ島機械野戦、これも有名ですよね。でこの17年の貴重な時に日本海軍は戦力をすり減らしてるんですね。で10月13日第二次ソロモン海戦でヘンダーソン飛行場、有名な話で、あの栗田艦隊の金剛春菜がヘンダーソン飛行場を艦砲射撃してますが、これもなんで大和武蔵を出さないのって話ですよね。だってどうせやるんだったら兵力っていうのは集中しなきゃ意味ないのに、基本の基本が兵力の集中、敵の弱点に味方の兵力を集中するのが戦争の基本なのに、敵の重要地点を小出しに攻撃する、かっこ撃破、かっこ攻撃、かっこ上陸、ここに攻撃するっていうのはゲのゲなんですよ。さっき言ったように高等戦術じゃなくて、一番初級でこんなことしちゃいけませんよって真っ先に習うのが兵力の逐次投入だ。つまり兵力っていうのは小出しにしちゃいけないもので、出せるものを一気に出して一気に敵をやっつける。戦力っていうのは事情に比例するんで、2対1で戦ったら4対1なんですね、戦闘力でいうと。そういうのは基本の基本なのに、ガタルカナルのこの第二次ソロモン海戦で金剛春菜だけを出してたまたま成功します。そしたら今度1ヶ月後に第三次ソロモン海戦っていうので、今度比叡霧島、金剛春菜の同型艦の比叡霧島っていうのを全く同じ攻撃させるんですね。普通に考えたら素人でも同じ意見に土壌は2匹いないって言いますよね。これ子供の頃に日本人だったら教わりますよね。同じ意見に土壌は2匹いないのに、1ヶ月後にこの前成功したからまた同じことをやろうって言ってやったのがこの第3次ソロモン海戦で、この時もどちら、比叡の艦長が大反対してるんですよ。この前やってこのね同じことやったら絶対失敗しますって言ったら、だったら俺が大和自らで乗り込んでいくって言うから、その通りにさせればいいのにね、長官自ら行くことはありません、お前行けお前行けって。で結局行って何が起こったかって言ったら、敵は新鋭戦艦サウスダコタですよね。比叡霧島なんていうのは第一次世界大戦の慣例30年の古い戦艦2隻に対して、敵はサウスダコタって言って最新型の戦艦ですよ。この時にヤマトが行っていれば瞬殺できたんですよね。どう考えても山本五十六が名将と言われるのはおかしいですよね。で今度11月、はい、その時が山本五十六を触ったこと知らなかったから、いや、っていうか新型戦艦があることは知ってんじゃないですか。だから結局敵の戦力いることは知らないかもしれないけど、いるものだとして考えるのが戦略ですよね。だって敵の数なんか絶対に分かりっこないんだから、いることを想定して動かないとただ負けるのみです、うん、ただこの時ね、アメリカ軍の最高位のね、スコット少将とね、はい、それとキャラハン少将がね、艦上で戦死してます、これが、はい、アメリカ海軍の最上位の戦死者、で、ですね、その後11月30日運河沖海戦で劣勢な日本海軍が戦力差をものとも言わせず逆転勝利してるんですよ。つまり帝国海軍は強いんですよ。だからあの戦争の失敗は戦術的失敗ではなくて戦略的失敗であるってことが私言いたいんであって、常に戦略的に劣勢の位置に置かれて日本海軍は戦わされていました。だから俺海軍嫌いじゃなくて海軍がお気の毒でしょうがないんですよ。だからバカな大将、敵より怖いってことがあっていや山本五十六はどう考えても
あれですよ、マッカーサーより怖いですよ。マッカーサーよりもニミッチよりも怖いですよ。それでニミッツの方が武士道精神にのっとった戦い方しますからね。はい、俺殺されちゃいますかね。バカな対象できるより怖いってちょっと。まあ20年前よりは状況よ。まあ状況良くなってます。20年前だったらもう殺されてますよ。はい。でラバール航空隊は1942年1月20日22日第一航空艦隊がラバールを空襲により制圧し23日に攻略に成功する。さっき言ったラバールなんて本来の戦場とは程遠いところにわざわざ42年の1月から行って制圧して戦闘機部隊を送って2月4日にラバール航空隊を設立してそこから2年、もう2年以上そこで戦わされて、ラバウルで戦った歴戦の勇士たちは何て言ったかって言ったら、俺たちは白木の箱手じゃなきゃ祖国に帰れないって投げやりになって戦ってんですよ。酒井三郎もとにかく最初のねガダルカナル上陸の時に重傷を取ってもう前線から離れてるんですよね。でそうだから結局昭和17年に日本海軍は何をやってたかって言ったら戦争計画とかけ離れた無駄なことばっかやってるんですね。無駄なことっていうか無駄じゃない、無駄どころか逆に害になることばっかやって戦線拡大して、戦線拡大しちゃいけないっていう中で無理やり戦線拡大して、しかも圧倒的に自分が有利な艦隊を持っていながら、ね、敵が劣勢な敵に対してさらに劣勢な戦いしてるんですよ。ありえないですよね。圧倒的に有利な戦力を持ちながら劣勢な敵により劣勢な戦い方しかできないってことはどう考えても指揮官ですよね。なんで名称なんですかね。すいません、はい、時間がないのに、まあ、質問するのにとても気が引けるんですけど、ね、はいはいはい、ヘンダーソン飛行場と、はい、それからね、もう一つなんだっけ、あるいはガダルカナルですからね、このままだと日本が作ったヘンダーソン飛行場です、はい、それ作るの待っててやってきたんだから敵がね。そうですよ、だからまだ全部敵の手の内の中で一生懸命敵のために飛行場を作ってるんですよ。でもそれガダヘンダーソン飛行場だけじゃなくて、その後の全ての飛行場が全部そうなんです。アメリカは日本軍が飛行場をせっせと作って航空機持ってって、うん、さあ来いって言った時に空母部隊で奇襲してるんですよ。そうです、つまりさあ来いって言った時に敵に対して空中戦で敗れたんじゃなくて奇襲攻撃によって飛び立つ前に全部潰されてるんです。マリアナ沖海戦もそうだし、レイテ沖海戦もそうだし、フィリピンもそうだし、サイパンもそうだし、敵が来るのをあれするために井上重吉の新軍備計画にのっとってサイパンを守るために周囲の島に飛行場を全部作ります。で飛行場に飛行機を送ってさあこれでアメリカと戦うぞってところを奇襲攻撃で戦う前に全部飛行場を全部潰されて、航空戦力海軍の中で陸軍勝敗は戦わされてるんです。あの戦争ずっとそうなんです。バカのなんか本当なんで同じことをやってこれないの。さっきの、ね、お話上げやしとるつもりなの、はい、これだけでやめます、時間がもったいないから、はい、なんであの辺にその日本が出ていったかってさっきお話やったけれど、はい、あれ三国海海戦なんかもやってますね、はいはいはい、オーストラリアとアメリカとの連結 でそれを遮断するためにあそこに行ったから。 でもそんなことは意味がないって私は思います、まあ、意味がない意味はあるけど、そんなリスクの方が大きすぎる。そうそう、例えば結果的だけどね、うん、いや結果的じゃないですよ。100円を取るのに1000円使ってるようなものなんです本当に。ただインド洋に行けば1000円使って1万円の価値があるんですよ。だけどそこはね、はい、だからちなみにオーストラリア軍はね、日本軍が10万人単位で死んでるけどね、オーストラリア軍3万人ですよ、うん、まあ、人口したら大きいけどね、それもニューギニアで死んだオーストラリア軍は3万人。だって盛況な日本軍10万人死んで、うん、オーストラリア兵がたった3万人しか死ななかったって、キルレストって3分の1じゃないですか。そういうこと、これ敗北ですよ全くね。しかもだって日本兵1人とオーストラリア兵1人って言ったら戦力維持で言ったら3対1ですよ。それでもまあマッカーサーの弾よけにされたって言って恨んでるんですよね。で、はい、で1943年3月3日です。ガタルカナルから日本軍は撤退しました。で山本五十六は何をしたかっていうと、ガタルカナルがダメだったらニューギニアだ、ただこのニューギニア戦線に
戦線を移したのは大本営の決定だから山本五十六の責任とは言いません。ただダンピールの悲劇って言って、駆逐艦4隻輸送船8隻で、ね、海軍の護衛の下で送ってった徴兵3000人が一方的な殺戮をされています。3000人溺死しています。それに責任を感じたのか何だか知らないけど、山本五十六は敵の航空兵力を撃滅するって言って違法作戦、有名な違法作戦を実行したのがその1ヶ月後の4月の7日です。これは第11航空艦隊と第3艦隊所属の艦載機、いいですか、さっき言いましたよね、艦載機っていうのは虎の子なんですよ。艦載機、空母搭乗員っていうのは虎の子なんですよ。その虎の子をわざわざ陸上基地に移して、ガタルカナル島やニューギニア島の航空基地を攻撃してるんですね。さっきの話と一緒ですよ。1000円使って100円の効果を狙ってやられちゃったみたいな、結局海戦以来の航空機パイロットを全て陸上基地に降ろして壊滅させたんですよ。つまり帝国陸海軍航空隊はアメリカ軍にじゃなくて山本五十六に殺されたって言ってる人もいますよ、はい、だって戦い方がむちゃくちゃなんですもん、間違えたんじゃないですよ。これが正しいと思って間違えたら、結果的に間違えちゃったっていうんだったら俺何も言わないんですよ。やることなすことわざと、だわざととしか思えない、はい、心配だな俺明日から。でいいですか、で海戦以来の航空機パイロットを全て陸上基地に降ろし壊滅させた。ミッドウェーで航空機空母パイロットが壊滅したんじゃないんです。違法作戦で航空機パイロットが壊滅させられました。だから帝国陸軍、帝国海軍航空隊の生みの親の山本五十六が自らの子供を殺しました。で結局機動部隊は全部パイロットを陸揚げしちゃったんで、マリアナ沖海戦まで再建できなかったんです。だからその後空母部隊は何もできずに無意に時間を過ごしてますね。その間必死で航空部隊を再建して、小田治三郎が一生懸命再建したところでマリアナ沖海戦で、ね、新人ですよ、読者したての新米を激戦地に持ってって全滅させて、また見習いパイロットからですよ、それが特攻隊です、まあ、ちょっと待ってください。だからマリアナ沖海戦は逆のね、オレンジ計画のまあ逆バージョンで、まあ、日本の全身攻撃作戦の逆を、ね、アメリカがやっちゃったというね、集団をそろそろやめていただけませんか、公園の声で、敵将部隊がマリアナ沖海戦まで、再建できず、その実力は地に落ち、終戦まで回復不能になりました。違法作戦で日本海軍精鋭航空部隊は壊滅です。ラバウル航空隊もこの頃までにはほぼ壊滅です。でその後山本五十六が自殺のような前線視察、これは連合艦隊司令長官は指揮官戦闘なのに、結局は指揮官戦闘に出たのはこの死んだ時だけです。あとは後方でむちゃくちゃやって日本海軍をめちゃくちゃにして死んでいきました。でその後引き継いだ古賀峰一連合艦隊司令長官っていうのはあまりそういう戦略戦術のことに対して自信がなくて、福留茂連合艦隊参謀長に全て任せっきりでした。この福留茂連合艦隊参謀長っていうのはとても重要な役目についてるのに、太平洋戦争士官ではほとんど出てきません。私は海軍で一番悪いのは1に山本五十六、2に福留茂と思ってるんですけど、この福留茂は戦後も生き残って長生きしてるんですけど、陸軍の富永教授、菅原道弘、それから牟田口純也が戦後散々いじめられてる中で、もっともっともっとどう考えても悪いことをやってる福留茂は全くスルーされて、しかも水航会の事務局長までやって、周りの元海軍だ、自衛隊だ、海上自衛隊だ、一般人だの尊敬を集めたまんま畳の上で
死んでます、うん、この違いは一体何なんですかと論理的には説明できないんです。じゃあ何かっつったら裏で何かの力が働いていたってことなんですね。だからミンダナオ島で捕虜になってね、海軍没亡事件っていうのを、ね、海軍没亡事件の話は後でします。もういいや、気をしない。もうで、もうで、いいんですか、ロンドン作戦、1943年11月2日から11月11日までの間に実施された日本海軍の航空作戦、10月27日の連合軍のモノ島上陸をきっかけにブーゲンビル島周辺に来襲した連合軍の上陸船団とそれを支援する艦隊に対して行われた日本海軍は第一航空船隊の艦載飛行機隊を投入し、連合軍航空部隊の捕捉撃滅を目指したが、有効な打撃を与えることができず、かえって機材搭乗員に深刻な損害を与えた。これが結局マリアナ沖海戦で、伊東海戦で戦えなかった重要なところで出さなきゃならないものを出しちゃってすり減らしちゃったんですね。で1944年のマリアナ沖海戦、伊東海戦を前に米機動艦隊の奇襲攻撃を受け、戦う前に壊滅、そして伊東海戦の前に特攻攻撃しか戦う術をなくしました。もし特攻隊の責任を追及するんだったら、あれです、大西武次郎中将ではなくて福留茂中将です。ところが死人に口なしとばかし、この福留茂連合艦隊元参謀長は大西武次郎に責任の全てを押し付けました。はい、はい、で本当この福留茂って人は大韓共謀主義の権限みたいな人で、海軍の作戦にさまざまな影響を与えて、でロゴ作戦で失敗して、さっき言った海軍お都合事件の時にも、でこがマリアナ沖海戦の作戦処理をゲリラに盗まれちゃってるんですね。でゲリラに盗まれてることを、であれ盗まれてないって言い切って、マリアナ沖海戦はその通りに戦って、大砲昇格が敵の待ち伏せで魚雷攻撃でやられて、海戦初頭マリアナ沖海戦が敗北になったのは、福留茂が機密文書を盗まれたことを握りつぶしたからなのに、それを責める人もいません。なんででしょう。あ、文句言ってる人いますよ。いや、文句言ってる人はみんな無視するんですよ。当然いるんですよ。いる声を聞かないで、さっき言った、ね、インパール作戦、ガタルカナル、うん、そっちの方に、あいつら、あれはおかしい、あれはおかしいって言って、こっちの方がもっとおかしいですよって言ったことを全部スルーするんです。これが太平洋戦争史観です、はい。で、インパール作戦、これ前にしゃべったんで、結構時間もないし、はしょりながら話します。で、1944年3月から7月まで継続されたインド北東部の都市、インパール攻略を目指した作戦のこと、補給を無視し、無謀な作戦、初めから意味のない戦いだったと言われており、無謀な作戦の代名詞として、現代でもよく引用されています。日本兵9万人が出撃し、3万人が戦死、4万人が占領し、主に餓死した日本の負け戦です。この餓死の多さに、ね、無謀な作戦だなんだって言いますが、戦って死んだ人間が3万人って書いてありますよね。日本イギリス軍の戦車も3万人なんですよ。こんな劣悪な状況で敵に対して戦いの上で互角の戦いをしている帝国陸軍の強さ、それが結局補給が続かず撤退戦で全部4万人占領してるわけですね、だからその占領時もあるけど、あの圧倒的に劣勢の中で敵に3万人も損害を与えた帝国陸軍の盛況さをもっと褒めたたえていいと思います。はい、でこの時に先ほどの無駄口連夜、自分名前が似てるから構うわけじゃないんですけど、いや自分もね、無駄口連夜と名前が似てるってことが俺恥だったんですよ、自分も。私思ってた、はい、やっぱり、だけど自分は悪口散々言っちゃった手前、ちゃんとだから彼に罪はないとは言いません。もっと悪い人間がいっぱいいる中で彼一人に責任を負わしてるんですよってことを言いたいんです。どういうことかって言ったら、無田口連夜はここにあるように15軍の
あの司令官なんですね。で、牟田口蓮司が、ね、インパール作戦をやりたいと言った時に、その上級指揮官の川辺正造、ね、この人は上級指揮官で、その上に南方軍司令官寺内久一大将、俺この人すごい怪しいんでるんですけど、で、その上には杉本はじめ、大将、ね、で、その上に東条英機陸軍大臣がいるんですね。上級指揮官が4人もいるんですよ。で、ね、東条英機大嫌いな、いや、あの日本人はみんな東条英機とスポーンと牟田口蓮司だけの責任にしますけど、ある意味東条英機は陸軍大臣だから現場のこと何も知らないんですよ、ね、確かにより地位の高い人間が責任を取らなきゃいけないと言うんだったら東条英機が悪いですよ。だけどこの人は何も知らない、じゃ現場知ってるやつが一番悪いんだって言ったら牟田口蓮司は悪いんですよ。じゃあこの真ん中のすっぽり3人はなんて言われないんですかって話なんですよね。つまり日本人は誰かを悪者にして、ね、水に流してこの失敗の本質を考えない。あの自分の今日の講演会の、冒頭で述べたことがそのまんまなんですよ。牟田口が悪い、東条が悪い、じゃあなんでこんな作戦になったのっていうことに対しての考察が戦後太平洋戦争史観では全くなかったんですね。で、この牟田口蓮司の15軍がインパール作戦を戦った10万人ですね、これね。じゃあビルマにはそれしかいなかったのって言ったら28軍、ね、桜井正造中将、誰も知らないですよこんなの。戦争を勝ちた人間だって誰、奈良先生ぐらいですよ、知ってるの。私も知ってますよ。さすが奈良先生と同じレベルにありますね。で、あと33軍紺本田中将、これも全然知らないですよね。ところがですね、この33軍というのは日本軍最強部隊なんですね、はい。で、この日本軍最強部隊っていうのはどういうことかって言ったら、菊と立つ、この菊と立つって小説で読んですごい感動したんですけど、北ビルマの戦いのことを全部書いたんですけど、はっきり言って15軍も強かった、ね、レッドも弓も祭りも強かった。だけど輪をかけて強いのがこの18師団56師団ですよ。あの歌の、あの花と竜です。花と竜の歌の、はい、なった舞台、はいはいはい、そうです。他の人何も知らないんで、はい、だけど花と竜はみんな知ってるでしょ。知ってる人いますよ、花と竜。誰もないですよ。いや、演歌のあれです。演歌の出た名曲じゃないですか。はい、で、そう、これ最強舞台なんですよ。で、ほんとね、この今度やりますから、俺聞くと立つ講演会、このインパール作戦に特化したのと、その後この18師団と56師団だけに特化した講演会でも、俺最初から最後まで泣きっぱなしになりますから、これ本当に本当に涙ですよ。ところがその涙の歴史が消されてるんですよ。皆さん、硫黄島の戦いとか、ね、ペリリュー島の戦いで泣きますよね。あれ以上の戦いをここで行われて、それが全部消されてるんですよ。ラモー統一で、ミッドキーナは靖国神社にもあるから知ってるかもしれないけど、あれは全部ここです。はい。で、この田中新一中将、先ほどの海戦時の、第2部長、あの第一作戦取り仕切った田中新一中将が、日本陸軍最強部隊と言われた18師団長に選ばれたわけですよ。ちなみにこの田中新一中将の前任が牟田口蓮司ですからね。海戦時18師団はフィリピン攻略に参戦してます、主力部隊として。で、フィリピン攻略は大東亜戦争の日本の背骨です。フィリピン攻略しが最重要作戦なんですね。だから、あのマレーシアよりもインドシネシアよりもフィリピンが重要です。その重要な、フィリピン攻略作戦の最重要師団が18師団いうように帝国陸軍最強部隊が選ばれたんです。その時の司令官が牟田口蓮司です。どうですか、バカな将軍というのと噛み合わないですよね。で、この時にじゃあバカな将軍だったのかって言ったら、18師団でシンガポール攻略した時はとてつもない勇敢でとてつもない力を発揮してるんです、この18師団。この話また今度しますけど、つまりそういうことなんですよ。無能、人間性についてはね、いろいろやれてる人間性についてはどこまで本当かも分かりません、人の話だし。で、それについて私は討論する気もかけらもありません。ただ野戦指揮官としてこの人は優秀でした。
その優秀な無駄口ジネイヤがインパール作戦を補給になれと1年前に断ったインパール作戦をやらざるを得なくなった背景については誰も語らないんです。私も何かの本で知ったんじゃなくて自分で知りました。いろんな本を削って全部時系列で出してって、なんだこれじゃんって、なんでそれを今まで無視してたのかって言ったら、それが全て戦後レジームなんです。で、この牟田口連也はね、あのインパール作戦をやる上で、ね、18師団を、ね、あれですフーコンって言って、北ビルマ、ビルマの北上のところに18師団が担当地だったんですけど、ここが一番の激戦地です。インパール作戦よりもフーコンが一番の激戦地なのに、自分の可愛い自分の師団を任せました。いいですか、一番過酷で一番戦死者が多いと思われるところで自分の古巣の18師団を任せました。これはね、もう2個師団なんだけど、その頃補給も滞ってて1万数千人しかいないんです、もう菊師団。そこでどんだけの敵と戦ったかって言ったら20万を超える敵と戦ってるんですよ。でふざけるなってぶっちぎれるのが普通ですよね、田中新一はね。この田中新一が不満の一言も言わずに分かりましたって言ってるんです。なんでかって言ったら、そうせざるを得ない、本来の作戦だったらぶち切れますよ、この人東条秀樹にバカ野郎って言った男ですから。ところがこの人は無駄口連也に言われてね、君は悪いがね、フーコン、あの篠田にフーコンを守ってくれって言われた時に分かりましたって言ってるんですよ。どういうことかって言ったら、田中新一ってさっきの陸軍の第一段階に仕切ったこの田中新一もそれしかないと思ったんですよ。無駄口連也が本当の武将だったら噛みつきますよ、東条秀樹にバカ野郎って言った男ですからね、で、このね、18師団の場合20万人の敵を支え切ったんですよ。そのおかげで、15軍インパール作戦の敗残兵がガーッと撤退した時に敵に横っ腹つかれないで襲われなかったのは、18師団が身を挺して全滅覚悟であの敵を支え切ったおかげなんですね。インパール作戦を語るんだったら、そういう友軍愛を語るべきだと思うんですよね。ところが無謀だとか残虐だとか非道だとかそういう話ばっかりしますけど、で、この56師団っていうのが18、あの俺地図あるんだ、ごめんなさい、地図がありました。このこれです、18で、でっていうのが師団なんで、このね、18師団がここを支え切ってたんです。だからこのこれがあれですね、31師団、15師団、それから33師団、これがインパール作戦で戦った、皆さんここだけでインパール作戦を判断してますけど、この時にビルマ全土で戦いが起こってるんですよ。皆さん今言われてるインパール作戦のうさんくささ、これで分かりますよね。我々が教わってきたインパール作戦ってこれだけなんですよ。じゃあこの人たちはなんで無視されるんですかって、戦った英霊に失礼じゃないですか。インパール作戦で戦ってる人たちを守るために自ら犠牲になった手段なんですよ。これは自らが犠牲になることによってインパールの先ディマプールまで行ってイギリス軍の補給資源を潰してくれれば我々の死も報われる。そうしたらイギリス軍は、ね、これ以上戦えない、そう思って自ら死を選んだ人たちがまるっきり無視されてるんですよ。これが異例になりますか、鎮魂になりますか。で、俺インパール作戦のことを言うと美化してるとか逆にね、保守の人にも叱られます。だけどその人たちはこの人たちの戦いを無視してて、何が英霊に頭を下げるですかって喉まで出かかって言えないんです、喧嘩になっちゃうから。はい、あやべ、動画流れちゃうんだこれ。で、まあね、そういうわけですよ。で、インパール作戦っていうのは食料3週間分です。これはね、で作戦立案の時に3週間で落とすって決めたんです。で、3週間分の食料を与えられて、インパール作戦がどんだけ続いたかっつったら、最終的に撤退完了したのが7月3日ですよ、ね、3ヶ月半この間補給の途切れたところで戦ってたんですよ、ね、あんなになっちゃうのは当たり前ですよ、じゃあなんで3週間なんだっつったら、
3週間分の食料しか用意できないんですよ。分かった上でやったんです。はい。でね、さっき言った18師団と56師団はここで支えてますよね。これさっき言った有名なラモ統一っていうのはここなんですけど、このあれあれなんです、ここなんですけど、フーコもこっちですね。これラモ統一ここです。ゆうたさん、はい、まとめないと終わらないと時間ない。え時間ないの終わらないと。あと10分。つまり今度56師団とあの第2師団と18師団の話は今度します。ね、はい。で、いいですか。1943年9月20日、あ、じゃあ8日、イタリアが無条件降伏してます。これで10月13日にドイツに宣戦降伏して、イタリアは戦勝国ですからね。ね、すごいですよね。ドイツの足を散々引っ張っといて、あげくらって戦勝国だから、もともと送り込まれたスパイじゃないかと思っちゃうんですけど、で、10月13日、ドイツに宣戦降伏しました。で、11月6日、大東亜会議、ここで日本はチャンドラーボースにインド独立の最大限に協力するって言いました。これがインパール作戦です。で、3月8日、その東条英機がインド人との約束を守るために33師団インパール目指して進撃開始で、15師団がインパール目指して進撃開始は、2週間遅れてます。なぜかといったら15師団の行くと、ごめんなさい、33師団は山の中行くんですね。もう一番軽装備、もうそんなところを攻めていくから軽装備で、その後あの2週間遅れて進撃開始です。で、8月25日にパリ解放です。こんなことになったらね、あれですよ、ノルマンディー上陸して、ね、イタリアが負けて全部 イギリス軍がこっち来るの分かってるんです。だから牟田口連也はインパール作戦が補給が届かない中やらなきゃいけないっていう決断をしたんです。それに田中新一もそれを全部知ってるから我々がステージになるのもやむを得ないと思ったんです。牟田口連也がバカな作戦じゃなくて、それをやらなかったらさっき言った20万、こっちから イギリスから20万、これ60万人に袋叩きですよ。そうなる前にイギリスの補給源を抑えようとしたのがインパール作戦です。これしか道がありませんでした。で、これもまあいいや、今度で、あとこれいいですか。海軍は何がすごいって、火を太陽、沖を海をって朝鮮から海賊空母になったんですけど、これはたまたまなったんじゃなくて、海軍からの補助金 60% の補助金で、戦争になったら空母に改造する約束で業者にやったんですね。これ条約による海の屯田兵構想、これすいません、僕もう説明する時間ないんで、帰りにこれ買ってって読んでください。いや、日本海軍すごいなってこと、これ読めば分かるんで、まだ売れ残ってると思うんで、これ買って最後帰って、じゃあ飲み会行きますんで、杉本党は一個言うんで、まあ太陽の次、中陽ね、沖じゃないでしょ、水だから中陽っていう、中陽って言うんですね、はい、上、それと下の新陽っていうのは、ね、はい、上橋って書いてある。これはドイツ船なんですね。ドイツのシャルンブルストっていうね、船を改装してね、空母にしちゃったと。グラフテッペルはね、結局完成しなかった。わかりました。じゃあすいません、仕事の時間は短いということで、これで終わらせていただきます。5時までに出てってもらわないと怒られちゃうんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。